は最高の一日になるぞ。行こう。はい、皆さんおはようございます。42歳サラリーマンパパサと言います。ということで、今回はですね、挨拶は常に先手必勝というテーマでお話しします。私の、ね、家の玄関ワゴン。皆さんおはようございます。いつも動画視聴、高評価、そしてチャンネル登録ありがとうございます。動画更新の励みになっております。マジでありがたい。だから今日も頑張って週末ルーティン撮っていきたいと思います。ということで、本日はね、7月20日ということで、京都サンガ FC 対ジュビロ磐田のアウェー遠征ということで、静岡県は磐田市に今から行きたいと思います。ということで、今回の動画ですね、家族4人、小学生2人を連れて行く J リーグのアウェー観戦ルーティンっていうのをガッチリバッツリバッコリシェアしていきたいかなと思います。ということで、私が一人でね、アウェー遠征行くときなんかはもうサッカーだけなんですけどね、子供たちとか家族を一緒に連れて行くんであれば、サッカーだけじゃなくて、それ以外のエンタメ、それ以外の楽しみもガッツリバッコリ旅の一部にしっかり入れて、また行きたいなと、また京都サンガのアウェー遠征行きたいなと思ってもらえるような、そんな旅にしないといけない。だから今回の動画はどういう風に工夫してね、アウェー遠征家族に楽しんでもらってるか、そういうところをしっかりシェアしていきたいかなという風に思います。早速ですね、準備をしてですね、静岡県は磐田市の方に向かっていきたいと思います。ということで、今回の動画も最後までがっつりバッコリはめて見ていってください。ということで、やっていきましょう。ビッグアップマシュマンクラブパーン。うん、水買う？喉渇いた？よっしゃ、行きましょう。アイスコーヒーがあれば何でもできる。これが浜名湖で、あそこがなんか遊園地っぽいで、遊園地か見えるかな、ロープウェイで、あの山の上まで、もう全然調べてへんから、何山とか全然分からんけど、なんか浜名湖の真ん中に遊園地あるんですよ、小さい。で、今日そこ行ってもいいかなと思ったんやけど、ちょっと暑いから、またね、清水線とか磐田線がこう春先冬とかにあったら、ここ一回、あ、ジェットコース走ってるやん、うん、はい、って感じです。私はここ今回スルーします。到着しました。浜名湖にあるね、ウォットという淡水の水族館ですね。まずこの遠征1個目のお遊びは、子供たちに水族館で体験してもらいます。こんな感じでキャンプ場も併設されてて、なかなか楽しそうな施設ですね。いろいろある、お寿司いろいろあるわ。子供たち先行ったな。もっと行ってみましょう。なんかいっぱいある、楽しそう。ここ体験型なんだ、体験特化。QR コードあんのいいよな。お願いします。2名様とお子様です、はい、再入場するとき、このチケットで当日再入場できます。わかりました。暑いの、暑っ。シアター何時って、はい、パンダウナギ、パンダウナギめっちゃ見てるで、ほら。この子見て。マス、え、ニジマスこんなでかいの？え、ニジマスってこんなでかいの？赤が。子供。シャキじゃない。赤が。ニジマスでかない。こんなでかい。めちゃくちゃウナギ推しの水族館。なんか手作り感があってめっちゃ楽しいですね。手作り感満載。やっぱ海近いからさ、海の魚が普通におるわ、浜名湖、うん、そうそう、そう、普通におるね。おーやだ、ほらほら、見てみ、見てみ、見てみ、ほらほらほら、ヒラメこんな泳ぐ、見て見て、ほら
こっちのヒラメもめちゃめちゃほら、こんな泳ぐヒラメこんな水面に出てくる、こっちカレー、カレーとヒラメのこのダブルダブルショットなかなかレアちゃう。こっちヒラメでこっちカレー、ヒラメとカレーが泳ぐ。やっぱ逆やわ、右左逆やで、ちゃんと、うん、ヒラメカレー、これカレーとヒラメ一緒に泳いでる絵は多分 YouTube 界世界初じゃん。これこういうデカめのデカめの水槽もちゃんとこう水族館も、これだから浜名湖って、サメいるやん、サメいるけど、触れる、なんか魚触れんちゃう、わーって言ったら来るんちゃう、じーっとしてたら寄ってくると思うよ、じーっとしててみ、じーっとしててみ、もっとじーっと、ほら来るで、ほら来るで、触りに行くなよ。これは子供たち面白いわな、しっかり手入れて。このさ、コバンザメのさ、頭のここがさ、サメにくっつくためのやつじゃん。あと猫ザメもここに。なあ、これ頭のこれ、これがサメのお腹にくっつくためのさ、吸盤みたいな、見て、こうなってんねんな、コバンザメって。知らんかった。お外で魚に餌やれるんで餌買います。餌買う、はい、中庭行きます。あよー、熱い。中庭こんな感じ。うわいや、これ何の魚やろこれ。そうね、今見てみよう、うなぎプール。これタッチできる？捕まる？これ。これ捕ま、触れる？動き早いで。持ち上げたらあかんね。タッチ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 。どう？ニュルニュル？上がる、持ち上げたかんで持ち上げたかんで、嘘、持ち上げんとやから掴んでみてでも、ゆっくりでももう一回やって、どう。さあ続いてですね、2階に行ってみます。いいね、この子供たちの絵とかがいっぱい飾ってある水族館、素敵やわほんま。危険メーターめっちゃ高いやん。危険だよ。そうなん？ここに針あるから。あ、そうか、その針が危険なんやな。そうなん、大うなぎはでかいわ、ペットボトルがこれぐらいやん。はい、2階には休憩スペースがあるんでちょっと行ってみます。もう飲み物 OK なんですよ、行ってみましょう。こんな感じ、こんな感じ、休憩スポット、暑い、中入ろう、熱い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 、2秒、2秒。さあ、ここが実験室、結構面白いよ、これは。実験室、これ何、これ、これ何ですか、これ何や、熱い。はい、ということでウォッと行ってきました。なかなか面白かったですね。岩田遠征の時に家族で来はる人はおすすめです。規模感もね、小さくてこじんまりしてるから、親としても子供見やすいし、おすすめです。子供たちもめっちゃ楽しんでました。ってことで今から
浜松市内に向かっていきたいと思います。なんか出店もやってるね。出店もやってて楽しいです。行きます。見て、うなもっちやって、うなもっちはい、ということで30分、いや20分ぐらいですかね、並んで爽やか来ました。やったぜ、念願でしかない、念願でしかありません、爽やか。よっす、さあさあ、念願の念願の爽やか。もうこんなんいろいろあるけど、チャンスよ、もうこれなんすよ、絶対これなんすよ、決まってるんすよ。どう、お子様ハンバーグ最高？最高。よかったな、おいしい？うまい？よし、肉汁とソースが跳ねますので、はい、マスクを食べてお待ちください。はい、はい、マスクを立ててお待ちください。はい、おいしく焼き上げます。はい、なくて自分でかけます。ありがとうございます。まずアイスを持ち出してください。はい、塩でいきます。そして最後にこれ、最後にオニオンソース、これがめっちゃうまい。これはほんまに美味しいです。オニオンソースはマジでうまい。うん、あ、オニオンソースと塩だけも貼るわ。うん、うん、はい、ということで東横イン浜松北店、めちゃくちゃ親切でした。でチェックインまだちょっと前やったんですけど、まあ、子供たちもいるってことで入れてくれました。めっちゃありがたい。では部屋行きます。早速ルームツアーしてみます。こんな感じ、ちょっともう荷物置いちゃったんですけど、こんな感じですね。で部屋こんな感じで、まあ普通の普通の東横インの部屋ですね。ちゃ、今のおならちゃいます。で開けたらもうビル、完全ビルですね。あ、こんな感じ。はい、で
こんな感じで机の上はもういつものいつもの東横インですね。いつもの東横インって感じで、ちょっと休憩してですね、ヤマハスタジアム向かっていきたいと思います。どうどうな、好きなホテル。はい、ってことで東横インのトイレシャワーですね。まあもうこの動画ブログでも何千回と紹介してます東横インのトイレ風呂、全く一緒ですね。全く変わり映えない。ただ水圧だけはね、場所によってちゃうんで、ちょっと試してみます。あーきつー、一般家庭レベルです。やっぱりホテルはもっと水圧欲しいですね。はい、ということで子供たちはスイッチやってます。こんな感じで、他今から動画編集ちょっとだけやります。頑張ります。海藻そば、めっちゃええやん。ええがな、ええがな。スタ飯すごいな、気合の入り方すごいな。何？なんか静岡で名物メロンアップル。メロンアップルやって食べたいんじゃん。ダメだ、スタ飯がめちゃくちゃ回転が悪い。全部キャッシュレスにするべきやねんな。子供たちにかき氷と、かき氷と、やりました。続いて京都サンガ FC のメンバーを紹介します。ゴールキーパー背番号94クッソンユン、ディフェンダー背番号5アピアタビアキサシ、ディフェンダー背番号6ミサオユート、ディフェンダー背番号24宮本ユータ、
ディフェンダー背番号50鈴木よしのり。ディフェンダー背番号50鈴木よしのり。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 ミッドフィルダー背番号10。ということで京都サンガ FC 2対1でジュビロ磐田に逆転勝利しました。やったぜ、もうやったぜっていう言葉しか出ません。で、私たちはね、今回はバックスタンドでステルス観戦ということで、サンガのグッズはもちろんつけてないですし、声を出しての応援もしてません、拍手もしてません。だけど心の中では大騒ぎをしました。で、今回の試合における、戦術的な特徴っていうのが、率直に思ったのが粘り強い攻撃と、前線プレスの調整にあったかなと思います。っていうのが、継続的な攻撃、0対1でこう追う展開でもですね、本当にしぶとく守って、攻撃のチャンスをずっと狙ってたというところに、一つポイントがあるかなと思います。で、やっぱりですね、ラファエル・エリアス選手、マジでこの人ね、
12年間ほど京都さんが応援してきましたけど、今まで見た中で一番助っ人って感じですね。苦しい時に助けてくれる助っ人ラファエル・エリアス、最高のドンピシャクロスにドンピシャヘッドでした。むちゃくちゃバイブス上がっておりますということで、ホテルに帰ります。一生出れません、一生出れない、岐阜でなったみたいな感じになってる、出れません。よし、はい、ってことで東横イン帰ってきて、汗だくだった体ガシガシにシャワーで浴びて、すっきり、全く汗臭くない、最高。もうね、子供後ろで寝ちゃってるんで、声は小さめで、小さめでいきます、小さめでいきます、小さめでいきます。京都さんが MC、 チュビロ岩田に2対1で勝利しました。イエーイエーイエー、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。しかもしかもしかも逆転勝ち、逆転勝ちですよ皆さん。しかもくっそ苦手な岩田に、くっそくっそ苦手な岩田に逆転勝利ってことで、これで皆さん祝杯あげましょうよ、これで皆さん祝杯あげましょうよ。いきます、マイクここなんでね。ちなみにこれ東横インの1階の自動販売機に売ってました。最高マジで、いただきます。くー、もう勝利の美酒ですね、勝利の美酒。ほんで今から僕何するかっていうと、もちろんねこれ飲んでただ酔っ払うだけじゃなくて、ちょっと待ってよ、子供いびきかいてるか、ちょっといびき乗っただけ皆さんにシェアしますね。どれ、はい、子供も楽しかったみたい。はい、ということで、そんなことよりね、ね、静岡梅酒でテンション上げて飲んで、ね、んで寝っ転がるだけじゃなくて、僕は今から今日撮った動画、皆さんサンガファンの同志たちが絶対見たいと思っている動画を今すぐ編集して今すぐアップします。サンガの動画はスピードが命っていうことで、これ伸びながら早速作業やっていきたいと思います。頑張ります。全然進まないです、もうめっちゃイライラしてるっていうことで、ラスト1本これ飲みます。静岡県産緑茶割りですね。まあ僕あんまり緑茶割りも飲まないんですけど、せっかく来たし、せっかく静岡来たし、最後これで楽しんでいきます。どうなってんねん。今までの東京コインの Wi-Fi で一番遅い、多分だからエアドロップもめっちゃ遅かったんやと思う。この時点でここの東横インないっすね。やっとアップできましたんで寝ます。マジでこの東横インの Wi-Fi 遅い、ここまで遅いの初めてですね。寝ます。ふぅ、ふぅ、うん、開けて、うぅ、ああ、よし、オッケー。僕飯こんな感じ。はい、ということでこんな感じ。朝ごはん食べます。はい、ということで東横イン浜松駅北店ありがとうございました。ってことで結局最後にポッドキャスト撮ったり動画編集してたんでチェックアウトギリギリになりました。で、非常にスタッフさんもめちゃくちゃ親切やったし、このセミダブルの部屋でもしっかりここの範囲、ここの範囲が広くて、すごく使いやすかったんですけれども、最大の難点は Wi-Fi が遅すぎる。めちゃくちゃ Wi-Fi 遅い。最近のホテルじゃ考えられへんぐらい Wi-Fi 遅いんで、そこだけ改善してほしいですね。ね、最近はもうホテルとかでテレワークとかでやらはる人とかもいるんで、もう多分仕事にならないと思うんで、Wi-Fi の速度だけ頑張ってほしいかなと思います。ということで、出発します。
全然一っ子一人歩いてないですね。静岡県浜松市一っ子一人歩いてへんぞ。あ、いた、一っ子いたわ。やってる、怖い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 、やってるかな。浜松県科学館ミライーラやってる。こんな感じですね。いろ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 あって、プラネタリウムとかサイエンスショーとか、めっちゃ楽しみ。めっちゃすごい建物。そう、ここはすごいな。クーラーもしっかり効いてるから夏に遊ぶにはもうバッチしちゃう。すごい、標本を入れようやって。はい、皆さんお気づきでしょうか。この鉄のモニュメントは右に矢印向いてるんですけど、鏡に映るのは左に向いてます。そしてこちら円柱でも、鏡に映ってるのは四角柱。そしてこれお魚と波なんですが、向こうに映ってるのは蝶々。これ全然これじゃ分かりません。サイエンスショーやばかった。サイエンスショーやばい、絶対みんな見るべき。サイエンスショーめっちゃおもろい。あっちあっち、どこどこどこ、あ、ほんまや、あっちいるやん。ではプラネタリウム、座席ですがリクライニング機能があります。使い方ですけれども右手です。はい、ということでプラネタリウム40分ぐらいやってましたけど、めちゃくちゃ良かった。もうなんか僕が知らんところで長男がめっちゃ星に詳しくなってて、説明聞く前にどんどん星座とか星の名前当ててびっくりしました。成長実感っていう感じで、また引き続きですね、科学館でがっつりいろいろ勉強したいと思います。やります。真ん中やで。2回目のプラネタリウムです。今回は、隅っこ暮らしの映像のようらしいんで、まあ、ちっちゃい子めっちゃ多いですね。ちっちゃい子めっちゃ多い。いろいろいろんな実験があります。ということで浜松科学館ミライーラ行ってきました。5時間ぐらいいたんですけど、もう全然時間足りないですね。ほんまにいろいろありすぎて。ほんでプラネタリウムも短いやつで30分、普通で40分ぐらいなんで時間足りないですね。でその体験のところも多分3分の2ぐらいしかやれてないんで、ここマジで1日いるかもしれん。今度また岩田遠征に来るときはちょっともう少し時間作ってきます。では京都に向かって帰ります。っていうか昼ご飯食べてないんで昼ご飯食べに行きます。もう
え、昨日に引き続き、爽やかですね、はい、やっていきたいと思います。え、2日連続爽やかですという感じですね。はい、はい、ありがとうございます。させていただきます。はい、こちらから失礼します。おいしいな。うん、めっちゃ若いんや。うん、でもこれな、多分余熱では無理やで、これ。うん、あかんの。いただきます。一個食べたら、オニオンソース。これが結構うまい。オニオンソース。これでいきます。白米。はい、ということで。爽やか、2日連続最高でした。では京都に向かって帰っていきます。よし、行くで、こっちこっちこっち。はい、ということで、こんな時間にね、私はコーヒー、カフェイン絶対摂取しないんですけど、今日はね、今から移動があるので、ローソンの目がこんな感じ、車入れたらこんな感じ、めっちゃ大きい、めっちゃ大きいね。龍の巣かな、ちょっと待って、特定してない、め確かめし、龍の巣じゃん。でも龍の巣にしてはさ、薄ない、薄龍の巣やけど、あれ以上ラプター見えてしまう。ちょっとあの山邪魔やな。なんや、あのほら光った。なんや、あの雲、あ、光ってる、光ってんねん。龍の巣か、ほらほらほら、龍の巣や、ラプターや。ちょっとラプターの歌歌ってみ、ほら、イエーイ、ほら、龍の巣や、龍の巣や。じゃあの山邪魔やな。じゃあの山の向こう行ける。おお、めっちゃ龍の巣やで、ほら、すご、ほらほらほら、見てる、うん、ちょっと見てみ、やばい、ちょっと見てみや、ほら、すご、すごいすごい、めっちゃすごい、すごい、あの雲の中ではめっちゃ雷鳴ってんやろな、あそこで、で、そこだけやね、そうね、そうやね、こういう状況、あ、これがいいわ、この画角がいい。最後まで見ていただいてありがとうございました。おやすみなさい、疲れた。おやすみ。